トちゃん、ちょっといいかな。構わないけど、どうかしたの？ちょっと聞きたいことがあって。千里ちゃんって確か、カオルさんと昔から仲いいんだよね。仲がいいというか、まあ、昔から知ってはいるわね。あのね、カオルさんって昔からあんなに人気者だったの？え？なんか、人の目を引く秘訣とかってあるのかな？普段から心がけてることとか、そういうのを聞いたりしてない？いえ、特に聞いたことはないけど、どうしてそんなことを聞くの？それがその、カオルさんみたいなオーラが欲しいなって思って。オーラ？カオルさんってオーラ、すごいでしょ？そこにいるだけで注目の的っていうか、ものすごく目立つよね。それに比べて、私はあんまりオーラがないっていうか、芸能人っぽくないっていうか、目立たないっていうか。自分で言ってて悲しくなってきたよ。一人で騒がないで、あやちゃん。でも、どうして急にカオルと比べたりなんか。それはその、カオルさんにオーラで負けちゃったことがあったから。ほら、千里ちゃんがカノンちゃんと新しくできたカフェに行った日。ああ、あの時。カオルさんはファンの人に囲まれて大人気だったのに、私は誰にも気づいてもらえなかったんだよ。変装してたんだけど、悔しかったから変装をやめてアピールしたんだけど、それでも全然で。え？あやちゃん、自分から何かしたの？うん、さりげなーくパスパレの曲を口ずさんだりしたんだ。誰も気がついてくれなかったけど。それは悲しくなる話ね。でも、そんなに気にする必要はないと思うわ。あやちゃんは十分、人を引きつける魅力を持っているのだから。え？でも、道端で全然話しかけられないよ。この前なんて、声をかけられたと思ったら、道に迷った人だったもん。道端から離れて、あやちゃん。道端で声をかけられるのが、オーラがあるということじゃないわ。必要な時に必要な力を発揮する。それもプロにとって大切な資質よ。その点で言えば、あやちゃんはステージの上でアイドルとしてしっかり輝いているわ。そうかな。ええ、ファンの方たちの声が何よりの証拠でしょ。道端で目を引くよりも、それはとても大切なことよ。そっか、そうだよね。ありがとう、さとちゃん。ちょっと悩んでたんだけど、元気が出てきたよ。よーし、もっとステージの上で輝けるように頑張らなくちゃ。その息よ、頑張って、あやちゃん。